皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、2023年春コスメレビュー第3弾ということでやっていきたいと思います。第3弾で合ってるかなっていう感じなんですけれども、また最近の新作コスメをレビューしていきます。はい、それでは早速スタート。はい、それではまずこちら、イプサから日焼け止めが3種類発売されます。3月の7日発売です。3つあるのでちょっと違いを紹介したいんですけど、じゃあまず分かりやすく、これプロテクターサンシールド E SPF 50プラス PA4 プラス、紫外線カット効果が高いんですけど、水や皮脂にも強くて、レジャーとか海とかそういったシーンでもおすすめなのがこちらです。外にいる時間が長いとか、すごく強力に紫外線を浴びそうな日とかが多分これおすすめで、で次がこれプロテクターマルチシールド、こちらも SPF50 プラス PA4 プラスなんですけど、皮脂や水に強いっていうよりかは美容液みたいな使い心地だったりとか、乾燥から肌を守ってくれたり、バリア機能をサポートしてくれたりとか、日焼け止めプラスアルファの効果を求めたいならこれがおすすめ。もう一つこのプロテクターセンシティブ E、 こちらに関しては SPF30 で PA が3プラスなので、紫外線カット効果は他のものに比べると少しマイルドなものになっています。その代わりですね、紫外線吸収剤だったりとか、アルコールを使っていなかったり、敏感肌の方のパッチテストが済んでいたりとか、日焼け止めなんだけどちょっとこう肌に優しく使えるものになっています。なのでそれぞれ違いますね。内容量は一緒なんですけど値段がちょっと違ってて、一番強力なやつが一番安い、その次が敏感肌用プラスアルファのやつが一番お値段としては高くなってます。ちょっと使用感見ていきます。まず皮脂とかに強いやつ、これは2層タイプなので振ってから使います。このようにかなり液体っぽくて、いわゆる日焼け止めっぽいようなテクスチャをしています。で今手に広げている時も少しスーッとするような感覚がありますね。香料の感じではないんですけど、ちょっとあの独特の日焼け止めっぽい香りが若干しますかね。はい、こんな感じで特にトーンアップとかもそんなになく、普通だと変わらない仕上がりで使うことができます。はい、そしたら次がプロテクターマルチシールド、これはこんな感じでちょっとクリームっぽいテクスチャーをしています。ただすごくみずみずしいです。全然もったり感はなくて伸び広がります。乳液っぽいテクスチャー、ちょっとクリームよりかなっていう印象です。やっぱり使用感の点で言うとこちらの方が断然いいので、日常使いだったらこっちの方が良さそう。これは日焼け止めっぽい香りもせず、何の香りもしないようなイメージです。まあ、ほんと使いやすいかも。特にトーンアップとかもなく素肌っぽく使えます。そしてセンシティブ、あの名称としてもこれだけ日焼け止めクリームなので、ちょっとこうより垂れたりしないようなものになっていて、伸ばす感じもさっきの2つよりもしっとりしていてクリームっぽいです。これも特に匂いは変わらずしません。で使用感もいいんですけど、さっきのこっちに塗ったこれの方がスーッと広がる感じはありますね。これも一見して特に塗って変化はないと思います。実際にちょっとこういう感じで今日はあの強力なやつ以外を塗ってみます。はい、それではこちらから。使用感はとっても良きです。本当にめちゃくちゃ肌なじみが良くて、ウォーターベースでみずみずしいんですけど、スムースマイクロパウダーが配合されていて、塗った後はそんなにベタベタはしないような使用感になってます。でヒアルロン酸とかも配合されているので保湿もされるし、花粉だったりとか空気の汚れが肌に付着するのも防いでくれるので、使用感とその機能面で言うと私的にはこれが結構使いやすいかなと思ってます。一応成分表にエタノールは入ってるんですけど、塗ってる感じはアルコール感ほとんどないです。で今こちらだけ塗りました。ちょっとツヤツヤになって、まあ、ただカバー力とかは全然なくて、その方が本当に日焼け止めとして純粋に使いやすいかなとは思うんですけど、トーンアップとかもなく本当にいろんな方に使えそうです。ではセンシティブも使っていきます。多分見ててもお分かりになるかと思うんですけど、先ほどの方がスッと肌に溶け込んでいく感じはありますかね。これもなじませていくうちに溶け込んではいくんですけど、あと紫外線散乱剤だけでできていると思うので若干白っぽくなるかな。無色っぽいんだけどちょっと白っぽくなる感じ。はい、塗れました。まあとはいってもそんなにすっごい白って感じではないんですけど、なんとなくちょっと肌の表面に1枚あるようなしっとり感のある仕上がりです。本当にねお好みだと思うんですけど、デバコスらしいような使用感の良さと使いやすさで言うと、私はこっちに使ったプロテクターマルチシールドがいいかなと思います。これにしてちょっと次のアイテムいきます。すいません、やっぱりこっち何も塗る前に一旦これを紹介したいです。 RMK のスキンティントでございます。
ございます。こちら3月3日発売なんですけど、商品的には下地なしでスキンケアの後にこれ1本で肌が綺麗に見えるよっていうアイテムです。一応名称的にはファンデーションにはなっているんですけど、こんな感じです。結構みずみずしくて急いでる時とかに本当に使いやすいようなアイテムです。では使っていきます。香りとかもついてないです。使いやすいです。で、伸び広がるんですけど、結構ね密着力も高くてみずみずしいまま肌にピトって吸い付いていくような感じがあります。はい、こっちだけ塗ってます。ビフォーアフターで見るとこんな感じです。 RMK の商品なのでやっぱナチュラルが前提にはあるんですけど、でも結構綺麗じゃないですか。正直全然この上からファンデは塗りたくはならないっていうか、外出れちゃうなって思うんですけど、少し近づいてもこんな感じです。どうでしょうか、綺麗じゃないですか。やっぱり重ねるものが少ないと崩れにくいと思うので、私も前使った時に結構ねヨレ感はそんな気にならなくて、どちらかというと消えてなくなっていく系なので汚くなる感じはないかなと思います。アラが見えてくるのは若干あるかもしれないんですけど、あと皮脂吸着パウダーが入ってて崩れにくかったりとか、マスクにもつきにくいようなものになっているので、本当に手軽にメイクしたいんだけど崩したくない時とかにぴったりかなと思います。素肌っぽく見せたい人はすごいいいファンデだと思います。はい、それでは次ファンデいきます。これローラメルシエのクッションファンデにトーンアップタイプが発売されました。気になってる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、ちなみにこれ中身のリフィルはケース既存のものにはまるそうです。発売がですね3月15日が全国発売と、8日に一部先行発売があります。こんな感じで真ん中ピンク色の液体が入ってます。これが特徴になっていて、この周りの部分、これは既存のクッションと同じようなんですけど、今回使うフェアローズっていうカラーは既存の 1N1 と同じらしいです。で、もう一個のライトローズっていうカラーはこの周りの色が既存のものの 2N1 と一緒になってます。なんでこの真ん中のピンクは変わらないようなイメージです。取るとこんな感じ。では使っていきます。一瞬乗せるとこうなるんですけど、ポンポンしていくと馴染んでいきます。基本的なその既存のクッションファンデの良かったツヤ感だったりとかカバー力の高さっていうのはそのまま受け継いで、プラス血色感と透明感を演出できるようになったのが今回のファンデーションです。だからもう当然ながら前使ったやつが好きな方はまあ好きだと思います。はい、ということでこちら側に塗れました。ビフォーアフター見ていくとこんな感じです。カバー力高いってこういうことを言うんだったって思い出したくらいにカバー力が高くてびっくりしました。近くで見てこんな感じです。もう久々に使うとやっぱこのクッション感動しますよね。本当にカバーされます。しっかり覆われますね。でツヤツヤになって、ツヤがあるので若干素肌っぽさもあるけど、やっぱカバー力が高いのでメイクしてるって感じは出ますね。肌もやっぱ割と明るくなります。いやこれはねツヤ好きでカバーするの好きだったら好きだとは思うんですが、なんとなくやっぱ既存のものよりも白くも見えるし、かつちょっと透明感っぽいような印象は出やすいかなと思いました。やっぱりしっかりカバーする分崩れると分かりやすいというか、そんなめっちゃ崩れに強いってイメージはないんですけど、後で見ていきます。反対側はこちらを使います。エトボスのミネラルフレッシュスキンリキッドです。これ3月1日の新作です。まあ、ローラメルシェに比べるとこれはナチュラルかなとは思うんですけれども、リキッドファンデでミネラルインナートリートメントベースがお好きな方には好きなタイプのしっとりしたファンデーションです。ではでは使っていきます。伸びるんですけど、なんかスーッと伸びる感じじゃないかもです。結構肌にとどまりたがってるテクスチャーをしてるので、ちょっとこういう感じで伸ばしていった方が綺麗に馴染むかな。はい、こちらも塗れました。やっぱりローラメルシェの方がトーンアップなので、エトボスは比べると若干落ち着いて見えます。ビフォーアフターだとこんなイメージです。やっぱりねこれはですねナチュラル仕上がりです。すっごい肌ツヤっとして綺麗に見えるんですけど、素肌を強化してくれるような、そんなに覆い隠しすぎないカバー力が特徴になっています。近くで見るとこんな感じです。まあそれに関してはお好みなのでどっちも全然いいんですけど、あんまりこうメイクした感を出さずに肌を綺麗に見せることができます。どっちもしっとりはしてるんですけど、ややエトボスの方がしっとりしているかなって
っていうところですね。ちょっとこれは経過を見ていきます。はい、それでは次がこちらキャンメイクのシルキースフレアイズの11番です。2月下旬発売予定なんですが、これは限定アイテムのようです。色味がこんな感じです。オレンジ系なんですけど、ちょっとこことかピンク要素あったりっていうカラーですね。手に出すとこんな感じです。ピンクってかもはやちょっとラベンダーっぽくも見えるので、使い方次第によってはかなり印象が左右されるんじゃないかなと思ってます。なんかこっちの方とかだったら結構オレンジ要素ない仕上がりにもなりそうだし。目元に塗っていきます。キャンメイクおすすめの塗り方でいきます。まずはここアイホール全体にのせる。でもまあピンクっぽいラベンダーかな。透明感、ここで目頭側に、ここを目尻側に、あ、これが結構オレンジだけどラベンダーの上からのせるとやっぱちょっとピンクっぽく見えるのかな。舌をこれにして、これ書いてなかったんで勝手に塗ってます。で、これで締め色らしい。こんな感じで塗っていきます。若干パープルピンクがかったブラウンなので馴染みますね。春っぽいですね、めちゃくちゃ。で、やっぱオレンジかなって思ったけど、どっちかっていうとピンクっぽい感じになったと思います。ただ使い方によってはもう少しオレンジを多分強くできるので、切り替えがね楽しいのかなと思うんですけど、それこそあまりパーソナルカラー関係なくいけるカラーなのかなと思いました。はい、そしてこれ多分大注目かな。キャンメイクのプランプクコーデアイズ、涙袋専用のシャドウみたいな感じで、もうすでにねバズってるらしいんですけど、2月下旬の発売です。2色あって、まずベージュ系がこちら、マット、パール、ラメ、影色になっているようで、この上の3つをぷっくりさせたいとこに塗って影を使うらしいんですけど、これはまあどれを使うかはお好みで調整ができるみたいです。こちらが2番、ちょっとピンク系ですね。手に出すとこんな感じです。分かりにくいけど、ここで区切れてて、この上が2番、下が1番です。涙袋用なので全体的には色として結構薄いですね。ちょうどこちらはまだ何もしてないので使ってみます。例えばまずこれマットのところで、ここにこれでもまあぷっくりしてる、全然。ちょっとコンシーラー使ったみたいな感じのぷっくり感で、影のところをここに、お、影ちょうどいい濃さ、おー、すごい。え、結構良くないですか。で、今これまだナチュラル寄りな仕上がりで、多分例えばこっちとかパールの方とかだと、あー、やっぱ全然違うかも。もう少しこのキラッと感が足されて、ちょっと韓国っぽくなってきますね。はい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 。あ、でもこれくらいでも全然いいですね。とか、あとは真ん中の部分、こう使うとちょっと分かりにくいんですけど、より潤みが足されるので、マットの上からこの潤みだけでもいいと思うんですけど、さらにキラッとします。いいですね。はい、少し離れるとこんな感じです。コンシーラーとかで涙袋を作る方法が結構最近多いと思うんですけど、ちょっとやっぱり慣れるまで難しかったりするので、これがあると多分よれにくいし、パウダーなのでいいんじゃないかなと思いました。人気になりそうな感じはやっぱりします。はい、今度はこの2番の方を使ってみるとこんな感じになりました。やっぱりさっきよりも透明感っぽい感じのピンク、どっちかというとこういう感じの色が近いと思うんですけど、ピンクベージュっていうよりかはなんかピンクって感じの色味が足されました。でもすごい自然に薄めなのでぷっくり見せてくれます。離れるとあまりピンク感がないけど、でもぷっくり感は出てますよね。普段のメイクどういう系が多いか、ブラウンとかベージュとかオレンジ系だったら多分一番のが合いやすいけど、ちょっとピンクとかラベンダーとかそういう仕上がりが多い方は2番の方が合うんじゃないかなと思います。はい、それでは次がこちら、 NARS のオーガズムライジングアイシャドウパレットです。こちら2月17日の限定発売です。7150円なので全然まあ安くはないんですけど、9色入ってるって思うとお得感すごいあるかなと思いました。だいたいこのくらいの値段だと4色アイシャドウパレットとかが多いので、かなり満足感のあるパレットです。で、カラーもですね、すごい使いやすい、結構温かみ系のカラーが多くなっていて、マットもラメもパールもいろいろ入ってます。手に出してみるとこんな感じです。可愛いですよね。ナーズはですね、アイシャドウかなり発色がいいので、割とねしっかりメイク感出したい方におすすめです。ちょっと黄みがかったピンクが最高です。桃みたいな色してます。この色はね絶対好きな人が多いと思う。ほんのりピンク、下もいっときます。
結構あのしっとりしたパウダーなので飛びにくいのもいいところです。ちょっとこの攻めた色でこれを中央にのせて左右にぼかす。はい、こんな感じの仕上がりになりました。ほんとでもこれ一例なのでもっと全然バリエーションあると思います。ただ組み合わせ的には割と色が淡いものにしてるのでこんな感じかもう少しさらに濃い感じにどちらかというと寄せやすいパレットになってます。もう色味は超好みです。はい、それではローラメルシエとエトボスの経過を見ていきます。まずはローラメルシエです。やっぱり若干ねファンデの浮きとかはあるとは思うんですけどまあしっかりファンデーションが残っていて毛穴とかが見えてきたりっていう感じは少ないのかなと思いました。この小鼻の脇とかもガサッとならなかったです。崩れはわかるけど離れてみたら全然気にならないっていう感じかな。エトボスに関しても同じような感じです。で意外と今日はですねファンデが残っているのもわかると思うんですけど崩れ方は本当に同じで乾燥はしないんですけどちょっと浮いてくるかなと思います。感覚的にはやっぱりエトボスの方が乾燥しにくい感じはあります。でもどちらともドロドロになったりとかをガサガサになったりしないので全然いいかなって思うんですけどそんな感じでした。はい、それではですね今回めっちゃ注目してたものいきます。好きな人多いと思います。ルナソルのアイカラーレーション18番と19番、先行発売でゲットしたので一般発売はこれからになります。可愛いし超使いやすい。個人的にはまず18番、セピアアンバーなんですけど結構ねブラウンっぽい感じのベーシックな配色になっています。19番、マホガニー、ちょっとオレンジ系なんですけどややピンクさも感じるようなカラーです。まずは18番から手に出すとこんな感じです。ここだけラメが強くてここはパール、下2つはマットなんですけど締め色とかも濃すぎないのでナチュラルな仕上がりになりそうです。はい、19番、こちらはですねピンクとオレンジとブラウンと絶妙なカラーなんですけどここの2つがややパールっぽくてでも強いラメ感ではなくってマットっていうのにちょっとパールが入ったような質感をしています。まずはここからどう使っても可愛くなりそうなんですけど全体にのせます。ちょっと黄み感のあるオレンジっぽい色をしています。その上からこれで少しブラウンっぽくしたいですね。全体に重ねます。綺麗、重ねても濁りませんでした。ちょっとこれの締め色の濃さを見てみます。やっぱり濃すぎないのでナチュラルメイクの方にめちゃくちゃ使いやすそう。何も考えなくても綺麗にちょうどいいです。下まぶたはこれとこれもちょっと後で足します。はい、塗れました。こんな感じです。めちゃくちゃ可愛いです。本当にちょうどいいっていう感じで仕上がりとしてはやっぱりブラウン結構ベーシックな感じなのでお仕事の時にも使いやすいようなアイシャドウなんですけどベージュじゃなくてちゃんとブラウンなんだけどここまで全体的にちょっと淡め薄めのものってなかったので割とね濃い感じになったりとかオレンジブラウンみたいな感じになったりするものが多いのでなんかブラウンでここまで強くない柔らかい感じが結構ね久々ですごい魅力に思いました。普段締め色がね余りがちな方とかは結構使えるんじゃないかなって思います。多分買ったらなんだかんだでめちゃくちゃ手が伸びるアイシャドウだと思います。こちら側はまずここで全体に塗ります。ちょっとここピンクがかっていてパールっぽい質感です。まぶた明るく見えます。下も同じので涙袋にもちょうどいいカラーです。これは目頭側に、これを半分から後ろに塗っていきます。この色はちょっと細めにラインっぽく入れたいですね。チップで入れていきます。
はい、こちらも塗れました。可愛いですね。こっちはちょっと色っぽい感じのカラーになりました。でも思ってたよりこれも淡くて、塗り方次第なのかもしれないんですけど、パレット上で見た時もう少ししっかり色がドンって感じで出るのかなと思ったんですけど、もちろん色は出てるけど主張はそんなに強くなくて、でもさりげなく色づく感じが色っぽいなって思いました。発色としては私のまぶただとちょっとピンクというか、まあ赤みというのか、あんまりねオレンジっていう感じではなく、ピンク赤みブラウンっぽい感じになりました。多分でもこう見るとこの本当に純粋なブラウンと比べると少し赤っぽいピンクっぽいのが伝わると思います。ナチュラルながらにちょっと変化球出したい方とかにすごくおすすめです。どっちも可愛いですね。ちょっと私もあんまりどっちが好きとかちょっと決められないくらいに好みでした。薄さがねちょうど良かった。そしたら次リップ、これもルナソルです。プランプメロリップスサテンの1番とプランプメロリップスの11番エクリュが、物自体も違うんですけど手に出すとこんな感じです。質感がねどう違うかは正直ちょっとまだ手の上だと分かりにくくて、サテンの方がツヤが少ないのかな。カラーはね全然違ってちょっとパープル系とベージュなんですけど、塗ってみます。まずはサテンじゃない方の11番エクリュ使います。はい、こんな感じです。かなりヌーディーです。質感も、まあ、見ての通りツヤなんですけど、トゥルトゥルって溶けていくような感じの塗り心地になってます。マスクに映りにくいとかでは全然ないし、普通にツヤなので落ちるんですけど、しっかり発色するながらにちょっと唇の存在を抑えてくれるようなカラーですね。サテンの1番を使ってみます。塗り心地がねまず違うのかな。あ、違う。ツヤ加減で言うと1個前のやつの方が全然ツヤで、もっと溶ける感じの塗り心地です。色はちなみにこんな感じです。まあ、見たまま発色ですね。結構パープルでちょっと落ち着いたダークなカラーになっています。ちょっとかっこいい系のカラーですね。ヴィランっぽい感じがあります。こちらの方が塗り心地としても密着する感覚があって、すごいしっとりしてるのでマットとかでは全然ないんですけど、ムラにもなりにくいのはこちらかなと思いました。綺麗にこう色が乗ってくれる感じ、変に滑ってく感じがないので、個人的には質感としてはこっちが好きかも。でもう一個あるんですね、こちら。今度はリエンダビューティーなんですけど、ティンティドマットインクの6番というカラーです。こんな感じのカラーです。塗りたてはツヤツヤしてるんですけど、マット質感のリップです。これも使っていきます。イメージとしてはアディクションのリップとかとちょっと近いですね。リキッド状でマットになるっていう。はい、こんな感じになります。血色感のあるヌーディー系カラーになってます。さっきのルナソルのエクリュのカラーとかだと本当にこう存在をちょっと消すような色だったんですけど、これもベージュながらにちょっと温かみがあって、顔自体の印象は華やかになるようなカラーですね。でも分類分けするならブラウンよりかはベージュリップかなと思います。マットなんだけどちょっとインクなので、アディクションのリップって言ったんですけど、メイベリンのリップとかもやや近いかなっていう使用感になってます。はい、それではですね、こちらセザンヌのパールグローニュアンサーです。こちらが N1 コーラルシャワーで、こちらが N2 ライラックムードです。これはハイライトとしても使えるし、チークとしても使えるし、結構幅広い使い方ができるフェイスカラーのようなものになっていて、パールグローシリーズセザンヌにハイライトとチークがすでにあるんですけど、その中間のような位置づけの商品みたいです。ハイライトにしては色は結構しっかりめなので、やっぱねチーク寄りなのかなと今のところは思うんですけど、まずは N1 から使っていきます。結構ねツヤ感はすっごい出されます。やっぱりパールが結構大きいので、本当にハイライトを塗ったみたいな感じに近いと思います。色付きハイライトって感じかな。本当にわかるかどうかなんですけど、結構顔がですねラメっぽい顔にはなるので、好みは分かれそうなんですけど、パッと見の感じがツヤっぽいお肌にはなります。意外とこの1番に関しては色が薄かったので、そんなになんかチークっぽさは少なかったです。思ったよりもブラシで塗ってるので、やっぱり指でここで見たのとはちょっと違うような色づき方をします。ではではこちらも塗ってみます。これ2番です。お、すごいラベンダー。
わかりますね、だいぶ近づくとこんな感じになります。透明感は足されます。で、肉眼だとやっぱりちょっとこう青みっぽい感じの印象になって、こちらの方が血色感なので人によって使いやすい色は変わるかなと思うんですけど、個人的にはちょっとねパールが強いので、これだったら一層ハイライトとして使いたいかなっていう気持ちになりましたね。手で見た時はチークっぽいなと思ったんですけど、使ってみるとハイライト要素がちょっと強いかなと思いました。今みたいに全体に使うってよりかは本当にピンポイントでツヤっぽく出すのに使ったりとか、こういうところに使いたい方は使ったりとか、個人的にはそっちの方がおすすめです。ただ色とは言えないくらいの本当に絶妙な発色なので、チークのベースとかに使っとくのもおしゃれかなと思います。はい、ということで本日は2023年春コスメレビューということで、最近の新作コスメをレビューしていきました。結構ベース系もあったかなと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。皆さんも最近のこれから発売のとかでもいいので、気になってる新作コスメがあればぜひ教えてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。